はい、こんにちは、116ウィンズです。さて、開幕もいよいよ1週間後に迫ってきた MLB。 ロックアウトでスプリングトレーニングが短縮されたため、かなり急ピッチでの調整となっていますが、連日若手からベテランまで様々な選手の活躍耳にしますし、シーズンでの活躍も楽しみなところであります。で、ロックアウト終了後のあの連日選手が移籍する日々も過ぎ去り、ある程度各球団のオフの補強ももう終わりということで、今回は個人的に考えるオフの勝者、順調にチームの思惑通りに補強に成功したチームをここでは勝者として、逆にあまり動けなかった、思い通りの動きができなかったチームを敗者として、オフの勝者と敗者を考えていきたいなと思います。ロックアウトが始まった直後にもロックアウト時点でのオフの勝者と敗者を考える動画やりましたが、今回はオフ全体の総括という感じで、チームの強化が特にうまくいったチームとそうでないチームを考えていければなと思っております。それでは早速見ていきましょう。はい、まずは勝者からですが、オフ全体で見てもレンジャーズはかなり補強に成功したチームであるのは間違いないでしょう。昨年102敗を喫し、まだまだ再建中の印象が拭えないチームのはずでしたが、ロックアウト前にコンフ FA のショート市場の注目選手だったコーリー・シーガーとマーカス・セミエ2人をまとめて獲得し、課題の先発陣についてもロッキーズから FA となっていたジョン・グレイと4年契約。この積極補強は球界を驚かせましたよね。ロックアウトが終わってからは脇を固める動きに注力し、シーガー、セミエンの加入でダブついていたカイナー・ファレファを使ってツインズから強打のキャッチャーガーバーを獲得。怪我の懸念はありますが、かつてのマイク・ナポリのような活躍ができれば面白そうです。カイナー・ファレファにやらせる予定だったユーティリティはブラッド・ミラーに任せることになりそうで、野手陣はなかなかのメンバーになったんじゃないのかなと。一方で投手陣は102敗したチームから大きくは変わってはいませんので、正直今季いきなりコンテンダーになれるとは思いませんが、それでも上振れすれば勝率5割は狙えそうなチームにはなった印象で、チーム力が大幅にアップしたのは疑いようもないでしょう。続いてはこちらもロックアウト時点で勝者に挙げましたが、メッツですね。MLB で最も裕福なオーナーにしてメッツファンでもあるスティーブ・コーエンの資金力をバックにした圧倒的な札束構成をコンオフ仕掛け、贅沢税ガンムシの補強を敢行。シャーザーと歴史的な大型契約を結び、デグロームとのダブルエース体制を形成したとともに、もう一枚ソリッドな先発がプラスできればと、ロックアウト時点で言っていたところ、アセチクスとのトレードでバシッと獲得。先発補強については文句なしの内容で、ローテーションは MLB 屈指の面々となったのではないでしょうか。またこれ以外にもロックアウト前に課題の外野陣に、マーテとキャナというものすごく目立つわけではないけどしっかり成績を残してくれる選手を加え、内野に関してもエスコバーと使い勝手のいい選手加えていますので、まあ言い方は悪いですが、金の暴力で戦力の底上げをきっちりやってきました。メッツは大型補強をするとなぜかこけるのが半ばお約束と化しているイメージもあるのですが、フロントができる仕事は少なくともコンフ全部やり遂げました。あとは現場がどんな結果を残すか、それだけです。はい、3チーム目以降はロックアウト後の補強で印象が変わったチームですが、やっぱりそれでいくとツインズですよね。誰がコンオフナンバーワン FA のカルロス・コレアをツインズが獲得する展開を予想できたでしょうか。ヤンキースがショートを、もっと具体的に言えばカイナー・ファレファを欲しい状況をうまく利用して、レンジャーズから彼を獲得すると即座にヤンキースへ転売。それに合わせてかねてよりツインズが手放したがっていたドナルドソンの契約を全額負担してもらうことで補強費を捻出し、コレアとの契約につなげたと。契約も当初想定されていた超大型契約ではなく、たったの3年契約と、ツインズ側のリスクが大きくない点も素晴らしいです。また残り2年間比較的安めの年俸で済むソニー・グレイも、そこまでの見返りを出さずに獲得することにも成功しましたし、ヤンキースとのトレードではドナルドソンを渡しつつ、ソリトなウルシェラや、バウンスバックすればオールスター級の打撃を見込めるサンチェスももらいましたので、昨年予想に反して地区最下位に沈んでしまったチームではありますが、すぐさままたコンテンドできる体制を作り上げましたね。ロックアウト後の動きは本当にお見事の一言です。もう一チームはブレーブス。ブルージェイズとも迷いましたけどね。フランチャイズのスターであるフレディ・フリーマンと再契約しないという辛い決断を下し、代わりにアセチックスからマット・オルソンを獲得。即座に彼と8年契約も結びました。ファン感情等抜きにすれば、フリーマンと比べて年齢が5つ若いオルソンへスムーズにファーストの世代交代に成功した印象で、また2人の今季の年俸差を補強に回して、昨年プレーオフ最後までかなり使い込んだブルペン補強に着手。昨年までドジャースのクローザーとして活躍したジャンセンと1年契約でクローザーのアップグレードできましたし、レイズのマジックで復活を遂げたマクヒューも6回7回のオプションとしては重宝しそう。
昨年怪我で全休したものの、パドレス時代守護神として活躍したイエーツも期待通り復活を果たせば、ブルペン非常に層の厚いグループとなりそうですよね。ブルペンの働きが昨年世界一のまさにキーともなりましたが、今年もしっかり仕事してくれそうです。またプレイオフのヒーローロザリオとの再契約にも成功し、アクーニャやオズーナも復帰予定となれば、昨年後半戦よりも下手すれば戦力充実しているかもしれませんね。さてここからは個人的に敗者側かなと思っているチームですが、まずはレッズですね。レッズはオフが始まった時点からコストカットに動くことを明言していまして、主力選手も相次いで放出せざるを得なかったんですが、正直疑問符のつく動きも多かったのかなと。ウィンカー、グレイを出すにしてももう少し若手の見返り欲しかったなという印象を受けましたし、マイリーをタダでウェーバーに流した割にはロイヤルズからマイク・マイナーの契約を引き取ってくる謎の動きも見せたり、外野手がダブついているのにファムを取ってきたりと、ちょっと不可解な動き多かったですかね。コーフ FA のキャッチャー市場の層の薄さも考えたら、バーンハートのオプションを行使してもっといい見返りのトレードを模索しても良かったのではとも思ったりもしました。まあコストカットしたいチーム事情が知れ渡ってしまっているだけに、足元見られてしまったのかもしれませんが、同じ状況にあったアスレチックスが決して安売りすることなく、着実に若手を集めたのとは対照的な結果となってしまった感は否めません。2チーム目はパドレス。パドレスはコーフやりたかったことがほとんど実現できなかった印象です。たびたびマイヤーズやホズマ放出を目論んでいるみたいな話も出ましたが、いずれも失敗。そもそも2人の契約と成績考えたら、まあ簡単ではないので仕方ないかもしれませんが、他にも不安の多い打線に大物野手、フリーマンなど獲得を目論みますが、実際にはヤンキースからボイトを獲得したのみ。不安の多い外野陣はほとんど手つかずの状態で、ショートのトッププロスペクト CJ イブラムスを外野で使うかもみたいな話が出るレベル。ロックアウト前にポジションがないばかりにフレイジャーをマリナーズへ放出したら、ロックアウト明けにタティスジュニアが骨折で全治3ヶ月と、今こそフレイジャーが必要な状況にもなったりと、野手周りはいろいろとうまくいっていません。投手陣はマランソンが抜けたところに阪神のクローザーとして活躍したスアレス、駒不足に悩んだ先発にはニック・マルティネスと NPB 経験者を入れて一応強化できましたが、思い通りにいかないことの方が多いオフだったのではないでしょうか。はい、そして最後はアストロズですね。アストロズはコンフ目立った動きはほとんどなく、せいぜいジャスティン・バーランダーと再契約したくらい。それだけ今の戦力に自信があるということでもあるのでしょう。しかしもともと10年に迫るような長期契約を出すつもりはなかったにしても、最終的に3年契約で落ち着いたコレアをその規模でもヒューストンに残すつもりがなかったのは少し意外ではありましたね。ロックアウト後にアストロズはコレアと再度残留交渉していたとされますので、コレアを残す意思自体はあったはずです。コレアの後釜となるショートも獲得はせず、おそらくプロスペクトのジェレミー・ペイニャにショートを任せる方針なのでしょうが、昨年ショートで9回トップクラスの成績を残し、かつポストシーズンでの勝負強さやチームリーダー的な役割も担っていた彼の移籍は、成績以上のインパクトがありそうな予感。AL 西地区ではエンゼルス、マリナーズ、レンジャーズが今オフ積極補強に転じていて、地区内の戦力差が全体的に縮まっている状況にありますので、コレアが抜けてもまだアストロズ優位かなとは思いつつも、昨年より苦しい戦いを強いられるかもしれません。こんなところが個人的に考えるオフの勝者と敗者ですかね。まあロックアウト後のツインズの動きはかなり鮮やかで印象もだいぶ変わりましたし、逆にレッズなんかはちょっとどうしてそうなっちゃったのかなと思ってしまう部分はありましたね。個人的には今回挙げたチームたちがまあ勝者と敗者かなと感じているところであるんですが、皆さんはどうでしょうか。ぜひですね、コメント欄でも皆さんの意見を教えてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。